どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私は、プラザホテルの前、セントラルパークの斜め向かいぐらいにいます。でですね、本日は、2019年バージョン、今8月なんですけども、こちらのね、五番街のお店、をですね、簡単に歩きながらね、紹介していきたいと思います。で、この五番街もね、どんどんお店が変わってですね、毎年ブランドがね、スーパー高級ブランドが変わったりあんまりしないんですけども、ちょこちょこね、変わったりしますんで、まあ、そちらもね、2019年8月今現在ね、何があるかっていうのを紹介できたらなと思います。それでは行きます。で、このプラザホテルの、向かいにはこちらアップル本店ですね。まあ、アップル系が好きな方ね、本店ということで行きたがる方もね、多いかと思うんですけども、今現在はね、アップルストアは、改修工事ということでやっておりません。ですので、それもね、頭入れといていただけたらなと思います。で、他にもね、市内にはたくさんあるんですけども、こちらの本店は今閉まっているということだけ押さえておいてください。でね、今ちょうど私はウエスト58丁目と5番街の通りにいるんですけども、ここから、下の方にね、下っていきたいと思います。で、ブランドはね、本当にここはショッピング天国っていう感じで、ブランドのね、お店が立ち並んでいます。右手にはバーグドルフがあります。で、向かいにもね、バーグドルフがあって、でね、ルイ・ヴィトンのね、お店も最近工事が終わったっぽいですね。ずっと工事されてたイメージがあったんですけども、工事が終わって綺麗な感じに仕上がっております。そしてシャネル、高級店だと思うんですけど、ちょっと私は分からないですね。ドアマンが2人もいる。そしてブルガリ、まさにニューヨークっていう感じで、ニューヨークでね、ショッピングをね、目当てに来られてる方は確実に、訪れた方がいいっていうよりかは、まあ知ってると思いますんで。で、ティファニーの本店が斜め向かいにあります。で、あそこはね、今最近までね、ずっと改修工事をしてたんですけども、最近再オープンしてまた朝食はね、食べれるようになっております。で、この朝食もね、予約は結構大変みたいなんで、もしね、行かれる方は早めに予約されてることをお勧めします。で、トランプタワーですね。私が初めて来た2012年ぐらいの時はこんな柵とかね、アスファルトの塀とかはなかったんですけど、トランプさんがね、大統領になられてからこんな感じにね、様変わりしました。で、こちらにもブランド品が並んでいます。で、2019年8月現在で今こういう感じなので、プラダありますね。で、反対側にはグッチで、アバクロがありますね。で、斜め向かいにはアルマーニ、ドルチェ&ガッパーナで、ハリー・ウィンストンですね。この厳重警備すごいですよね。もう私が初めて来た2012年頃のお店ともだいぶ変わってしまったので、まあ、来られる方はね、目当ての
手がある場合は事前に調べていく方が無難かもしれませんね。で、5番街に教会がボーンってあったりします。これはもうニューヨークでは結構名物的な、地下から煙が出てる。なんで出てるかは分かんない。で、さらにハリー・ウィンストンで、ニューヨークのね、マリオット系、こちらもリッツ・カールトンとかと同じぐらいのレベル、カテゴリーに位置してるセントレディスもここにあります。まさに5番街のど真ん中にあるっていう感じですよね。こちらもスーパー高級ホテルですね。で、ロレックス、バレンチのありますね。で、斜め向かいにはコーチ。見で分かる通りですね、ニューヨークはホームレスの方すごい多いんですよね。で、たまに話しかけてきたりもします。で、たまにしつこく話しかけてきたりもします。無視して OK です。無視しておきましょう。下手にね、反感を買うと怖いんでね。で、マイクロソフトのお店があって、ここだったかな、今あそこ閉鎖されてるところが前ヘンリー・ベンデルだったはずですね。うん、ニューヨークを舞台にしたゴシップガールというドラマで、脚光を浴びたヘンリー・ベンデル、まあもともと有名だったんですけど、結構ここ使われてたんですよね。個人的にはすごい悲しいですね。私もゴシップガール大好きだったんで、もうあのお店が中を見れることはありません。で、反対側にトーマス教会あります。で、5番街にはね、ユニクロもあるんですね。まあ、ニューヨークに来てね、洋服とかに困ったらね、駆け込めるっていうことなんで、これもね、ニューヨークの旅の知恵としてね、一つ覚えておくと結構便利です。私も何回か買ったことがあります。やっぱりユニクロはユニクロなんでね。で、反対側にまたロレックス、ドリンツがありますね。あのチョコレート、まあ、ニューヨークが原産のお店じゃないんですけども、とても美味しいです。私はあのニューヨークのお土産ですっていつもあれを買っていっちゃいます。なんだかんだ無難な気がしちゃって、美味しいですしね。で、ホルスターとかもありますね。で、ザラもあります。でね、ニューヨークの5番街にもナイキのお店が、これ完成したんですかね。もしかしたらこんな外観じゃなかっただけかもしれないですけど、あんまり僕印象になかったんですよね、5番街にナイキがあるって。ナイキのお店もここにあります。で、ベルサーチ、カルティエ、ちょっと今バスで見えないですけど、カルティエも向かいにありますね。で、ダイソンもさりげなくあったりします。で、ビクトリアーズシークレット、
アルマーニですね。でまた大きい教会があります。こちらもね結構圧巻する大きさなんで、ちょっと別で動画出しておりますんで、もしよかったら撮影いいですよっていうのを許可いただいたんで動画出しております。でね、今2019年8月現在どんどん円高がね進んでいますんで、これからニューヨーク来られる方はね、日本円で決済するとおそらく日本で買うよりかは安く済むんではないでしょうか。私もね2013年ぐらいに来た時に本当に日本円が90円とかそこら辺まで行った時に一回買い物しました。さすがにいいんじゃないかなと思って。まあ、大体ブランドショップの有名なところはこのロックフェラーセンターがこれ右手にあるんですけども、ここぐらいまでですかね。まあ、5番街をねセントラルパークから下ってくるとロックフェラーセンターのねオブジェに会えるということで、今回はねニューヨークの5番街を、まあ、簡単に紹介させていただきましたけども、これからニューヨーク来られる方でね、もし、5番街買い物を目当てで行かれる方で、ここでね、買い物をされたいという方は、まあ、一応ね見といてどんな感じのブランドがあるかをねチェックしとくのもいいんじゃないかと思います。それでは今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。